ビム。ビム、ビム。BIM という読み方は、誤りは、スから派生し、発展した、高機能なテキストエディタである。ビムは、オランダ人のプログラマーブラム・モーランハーによって、アミーガ向けに開発された。後に、Windows を含む、様々な環境に移植され、特にユニックス系オペレーティングシステムでは、EMAX と並んで広く使用されている。 テキストエディタとなっている。VIM という名称は、オリジナルの6エディタに近づくことを目標として、開発当初、6イミタチオン、6の模倣の略とされていた。しかし、やがて6を超えることを目指して、6インペルウェド、6の改良とされるようになり、今日では、オリジナルの6を大きく上回る機能を持つに、至っている。VIM は、 GUI を必要とせず CUI でも動くため UNIX KOS に標準のエディタとして搭載されていることが多い。コンピュータの大容量化と高速化に伴い2000年以降の OS では6に変わってより高機能なビムあるいはその機能劣化版が標準装備されるようになってきている。このためコマンドライン上で6を実行すると代わりに ビムが起動するデストリビューションが一般的となった。ビムは基本的に CUI で動作するが GUI で動くビムのことを特にグビム、グビム、グビム、G ビムと呼び区別している。マウス操作など XGUI、WindowsGUI であることを活かしたグビムにしかない機能もある。スエディタと同様キーボードのみで操作されることを前提としていたため、 キーボードのみで全ての操作が可能になっている。その基本的な操作方法は、6と同じで、状況に応じて、モードを使い分けることでテキストを編集していき、小さなコマンドの組み合わせをその場で作ることによって、多種多様な機能を実現する。Windows 系エディタメモ帳などなどの他のエディタとは、操作方法がまるで異なるため、一通りのテキスト編集作業ができるようになるまで、 慣れが必要となる。しかしながら、一旦慣れてしまえば、メモ帳などとは、比較にならないほどのテキスト編集速度を得ることができるため、数多くの VIM 愛好家が存在する。VIM の他の機能と合わせて、プログラムコードやシステム設定ファイルを編集するのに、特化しているため、特にプログラマーやシステム管理者に利用者が多い。6系のキーボード操作法は、エディタをはじめ、 各種ビューバーやブラウザのプラグインに至るまでその後のソフトウェアの操作方法に強い影響を与えていった。VIM の大きな特徴として高いカスタマイズ性を上げることができる。オリジナルの6がどんな環境でも設定なしで全ての機能が利用できる万人向けのエディタだったのに、対し VIM では設定ファイルを用いることでより個人の好みに合ったエディタにカスタマイズすることができる。 エディタの詳細設定は主にコディッチェ1、Windows 版ではコディッチェ2というファイルに書いておき起動時に VIM がそれを読み込むことで設定が反映される仕組みになっている。VIM は独自のスクリプト言語を用いて自身の機能を拡張することができかなり幅広い機能強化を行うことが可能である。有志らによって書かれた有用なスクリプトは プラグインとして ww.vim.org w 上や個人のブログ上で公開されている。コディチェ3、Windows 版では、コディチェ4フォルダ以下に、これらのプラグインアイルを置くことで機能を拡張できる。VIM は多言語、多コーデックを扱うことができ、アイコン部で対応しているものならば大抵利用できる。しかし、日本語などのマルチバイト文字を書くには、不便が多く、 もっぱら英文編集での利用が一般的である。ライセンス形態は GPL 互換のチャリティウェアとなっており、いわゆるフリーでオープンソースなソフトウェアとして配布されており、ビムを起動するとウガンダの子供たちへの援助を募る目、地が表示される。誕生のきっかけは、ブラム・ムーディナーが1980年代の終わりにコンピュータを購入したことによる。彼は、 エディタとしてを使おうとしたが、当時用のは存在しなかった。そこで、6のクローンを元にしてのバージョン1.0を開発した。最初の第一目標はの機能を真似ることだったので、その頃のはの模造品の略とされていた。1991年にのバージョン1.14が、いわゆるディスク591というようなフリーウェア集に収録され、公開されることとなった。 エディタはもともと上でしか動作しなかったが、は、公開時のプラットフォームだけでなく、IBM と OS、390、QNX、BSD など、多数のプラットフォームに移植されてきた。また、独立した移植版画と iOS でも動作する。下記にヨビムの項も参照、誕生から25年近く経ち、機能追加を重ねることで、ビムは、 ソースコードが30万行を超える巨大で煩雑なアプリケーションになった。この巨大化したコードを刷新して現代的なアーキテクチャに作り変えようとに呼びむプロジェクトが2014年2月にフォークした。プラグインの互換性を保ちながらより自由度の高い機能を提供できるようにすること、内部構造をスリム化しメンテナンスしやすくすることが目的として挙げられている。 このプロジェクトは b o u n t y s o u r c e c o m で3万ドル強の出資金を集めることに成功している。は、複数のモードを用いてテキストの編集を行う。この独特な機能は、初学者を混乱させやすい。あらゆるエディタは、テキストの挿入と、エディタに与えるコマンド指示を区別するという意味でモードを持つと言えるが、 他のほとんどのエディタはこのモードを全く異なる方法で実装している。派と同様、モードごとにキー割り当ても切り替わるという点において独自性を持つ。これによってマウスやメニューを全く使わず、最低限のメタキーの使用だけですべての編集機能を使えるようになっている。その他のモード、最も簡単な使い方の例としては、 普通の編集コマンドをすべて入力することができる。カーソルの移動をしたり、いくつかのキーを押すことで、ショートカットのように編集することができる。エディタの起動時にはこのモードで始まり、他のモードはこのモードから起動する。すべての操作の中心となる重要なモード。他のモード中にか、プラスを押すことでこのモードに移行できる。操作中に、どのモードにいるのかわからなくなった場合は押すと、 ノーマルモードに移行できる。ノーマルモードの派生モード。実行範囲の指示が必要なコマンドを実行した場合に、ビムが指示を待っている状態。例えば、ノーマルモードでキーを押すとこのモードに入る。続けて、キーを押した場合は、一行削除を押した場合は一単語削除。行末の意を押した場合は行末までを削除となると、キーボード操作すると、 カーソル一致から5行分の削除となる。テキストの部分選択を行うだけのモード。選択後に別途コマンドを与えることにより、選択領域のコピーや削除をはじめとしたテキスト処理を行うことができる。テキスト選択中にも移動コマンドなどを行うことができ、選択範囲を素早く変更できる。移動コマンド以外のコマンドを使うと選択領域に、 対してそのコマンドが実行される。ノーマルモードから、下記の操作でこのモードに移行できる。その区別は、このモードの時には、コマンドラインに、と表示される。ほとんどビジュアルモードと同じだが、印字可能文字が入力されると選択範囲を削除して、挿入モードに入る。の、選択モードに似ている。ノーマルモードから、で移行できる。また、 ビジュアルモード時にで移行できる。このモードの時はコマンドラインにと表示される。挿入モードでビジュアル選択を開始した時のモード。例えばを実行するとこのモードに入る。このモードの時にはコマンドラインにと表示される。挿入モードでセレクトモードを開始した時のモード。例えばマウスをドラッグしたり、プラスを押した時このモードに入る。このモードの時には コマンドラインにと表示される。このモードではタイプされたテキストがそのまま書き込まれるのメモ帳などでテキストを入力する場合と同じ。ノーマルモードからなどをタイプすることで挿入モードに移行出る。他にもこのモードに移行するためのコマンドがいくつかある。このモード時にはコマンドラインにと表示される。挿入モード時に一度だけノーマルモードのコマンドを実行できる。 挿入モード時に、または、キーを押すのが面倒な時に使用される。挿入モード時に、で挿入ノーマルモードに入る。このモードの時には、コマンドラインに、と表示される。ノーマルモードから R でこのモードに移行する。文字をタイプすると、その分文字が置換されていく。抜けるにはプラスを押す。ウィンドウの下部に、一行のテキストを入力できる。コマンドや、関数の実行。 検索、置換処理など多様な処理を行うことができる。ノーマルモードからを押すことで移行できる。コマンドラインモードの編集。コマンドラインモードとは次の点で異なる。ノーマルモードからでモードに移行できる。の場合は、コマンドライン編集や保管が使えるようになる。モードを抜けるときは、コディチェ5、またはコディチェ6を使う。コマンドライン上で、 次のコマンドを実行する。下のコマンドはあのコマンドラインで動作するが、版も基本的に同様のコマンドで起動できる。詳しいコマンドラインオプションについて知りたいならば、次のいずれかのコマンドを実行する。コディチェ7について、初めて学ぶものは次のコマンドを実行すると、チュートリアルを起動できる。以下に関連のコマンドをまとめる。実際には、 コディチェ7コマンド以外はほぼコディチェ7のオプションで代替できるので環境によっては用意されていないこともあるビームを終了させたいときは中断したいときはノーマルモードでを押すではタスクバーに最小化されるが端末版ではプロセスをバックグラウンドに移すまたノーマルモード時にで保存せずに終了ノーマルモード時にで保存して終了となる 全身である6が機能を絞ったコンパクトな印象を一般に持たれているのと比べると、VIM はかなり巨大なアプリケーションである。VIM はバージョンを重ねるごとに積極的に機能を追加する傾向があり、実装されている機能の種類、数は公開されているエディタの中でもトップクラスに多い。ただし設定により、6に近い操作性に戻すことも可能であり、 いくつかの Linux Distribution では、機能を絞った VIM クスとして配布しているものもある。以下に示す、機能の中には設定でオフにしたり、好みに合わせてカスタマイズ可能なものが多く、必ずしも説明と一致しない場合があることに注意。テキストエディタとして、基本的な機能は揃っている。オペレータとは、コピー、ヤンク、削除、デリート、変更。 チェンジ、選択、ビジュアル、といった操作の意味を決定づけるキーである。ただし、このキー単独では操作は完結せず、ここに範囲を指定するコマンドが続くことで、単語の削除や、括弧内の選択、パラグラフのコピーなどの多彩なアクションが可能になる。範囲を指定するコマンドには、移動系のキー、などや、テキストオブジェクト、コディチェ10、コディチェ11、コディチェ12、 コディチェ13などがある。ビムでは、その場で適切なオペレータと範囲指定コマンドの組み合わせを考え、実行していくことで編集を行っていく。例えば、コマンドコディチェ14は、分解すると、一番上に動、コディチェ15して、行選択。コディチェ16を一番下まで、コディチェ17となるので、すべて選択の意味になる。文章中の特定の位置にマークをつけ、 カーソルを移動する際の目印にすることができる。ノーマルモード中にプラスを入力すると、現在のカーソル位置を記憶する。ノーマルモード中にプラスを入力すると、先ほど記憶したカーソル位置にジャンプする。レジスタとは、テキストの断片を一時保存しておく場所のことで、クリップボードとほぼ同じ概念だが、複数個のスペースが用意されている点が異なる。 アルファベット1文字に1スペースが割り当てられており、ノーマルモード中にプラスを入力することで、レジスタにアクセスできる。例えばで、レジスタ A にカーソルから文末までヤンク、コピーすることができ、で貼り付けられる。マクロとは、操作を記録して別の場所で同じ操作を繰り返し行うときに有用な機能である。ノーマルモード中にプラスを入力すると記録状態になり、 再びを打ち込むまでの間のタイプしたキーが保存される。ノーマルモード中にプラスを入力すると記録された操作を再生できる。ビムではカーソル位置が大きく動き、バッファー間でも頻繁に移動することが多い。そのためカーソル位置の履歴を記憶している。直前のカーソル位置に戻りたい場合ノーマルモードでは押す。逆に進みたい場合は押す。 外部コマンドコディチェ18でタグリストをあらかじめ作成しておけばカーソル下の単語の意味や関数の定義を調べたい場合に押すことでその定義元にジャンプすることができる。これを特にタグジャンプと呼ぶ。ファイルタイプごとに適切な自動開業、オートインデントを行うことができる。ビムではデフォルトで40以上のプログラミング言語の自動開業に対応している。 自動入力されるスペース、またはタブ文字の数は任意に決めることが可能で、口述するハイライト機能によって可視化することもできる。また、タブ文字はコディチェ19でスペースに一括変換することもできる。バッファ内の特定のテキストを検索および置換することができる。検索にマッチした単語はハイライトできる。検索単語には正規表現を用いることができ。 複雑なテキストにもマッチさせることができる。ノーマルモード中にまたはを押すと、バッファ内の単語を検索できる。ノーマルモード中にまたはを押すと、カーソル下の単語を検索できる。コマンドモードで、コディチェ20を入力することでオールドを入に、置換することができる。コマンドモードで、コディチェ21を入力することでテキストを、行単位で並べ替えることができる。挿入モード中に、 を押すと、文中の単語をポップアップ表示、保管することができる。コマンドモード中でも保管はでき、機能名がうろ覚えでもサジェストしてくれる。コディチェ22。プラグインを用いれば、コードスニッペットや時刻、関数名などの自由度の高い保管も可能になる。ソースコードテキストファイルの色分けを行い見やすく表示する。ビムでは、 非常に多くの文法を色分けすることが可能であり、デフォルトで400種類以上用意されている。この数は他のテキストエディタと比較しても群を抜いている。特にビームではユニックスの設定ファイルを編集するケースが多い。ことからコディチ25配下の多くのファイルが色分け表示される。この機能はグビ i ムだけでなくカラー表示が可能な端末上でも利用できる。 このシンパックスの定義ファイルは正規表現を駆使することで必要に応じて拡張できる。また、色分けのカラースキームも自由に変更することができ、自分の好みに応じて様々に使い分けることができる。プログラマ支援機能の一つで長い段落、関数などは折りたたんでコンパクトに表示した方が俯瞰しやすくなる。いくつかの折りたたみ方法があり、 自分で範囲を指定して折りたたむことも可能だが、自動で判別して折りたたませることもできる。一つのビームウィンドウの中で、複数のテキストを同時並行で編集することができる。ウィンドウを上下左右、任意の個数に分割して使い分けることができる。これを利用して、片側にファイルツリーを表示したり、シェルを表示したり、ヘルプを表示したりすることが可能になる。 ファイルの変更点を分かりやすく比較するために、ウィンドウを左右に分割して、差分表示を行う機能がある。この時変更点は色分け、折りたたみがなされ、左右画面ともに同時スクロールする。統合開発環境と同様、ソースファイルを編集した後ビームから直接コンパイルできる。コンパイルエラーが発生した時には、クイックフィックスと呼ばれるもう一つのウィンドウが表示される。 エラーメッセージに基づいて直接他のウィンドウ内に表示されたソースファイルのエラーの出た箇所へジャンプすることができるコディチェ26参照ノーマル挿入ビジュアルコマンドモードのキーマッピングを自由に変更できる特に長くて記憶できないが有用なキーバインドを短く定義し直すのに使われる独自の処理を行うコマンドも定義することができ役に立つものは プラグインとして公開されている。ビムにはテキスト形式の膨大なドキュメントが存在する。コディチェ27かコディチェ28コマンドを用いればユーザーはヘルプ全体の中から単語を探すことが出る。このヘルプテキストはあちこちにタグ名が記載されており、ウィキのようにタグジャンプを駆使してわからない単語の説明に移動できる。ハトは異なり、 個人の好みに合わせて徹底的にカスタマイズできる。は、環境非依存で特に設定せずに使うのが一般的だが、プログラマ向けのは、設定を多用して、各個人向けに使いやすくするのが一的である。その設定の範囲は、基本的なインターフェースから、キーボードマクロまで幅広い。コディチェ34コマンドでオプションを設定する。オプションの名前に、 コディチェ35を付けると、その否定になる。コディチェ3以下は、ある程度用途ごとに、ディレクトリが分けられている。ダウンロードした、プラグインは指定されたディレクトリに置くことで動作する。細かい説明はのディレクトリ構成を参照。VIM には独自のスクリプト言語、VIM スクリプト言語に着目した場合、VIM とも略される。詳細は、ビムスクリプトが備わっており、それを用いれば、 マクロで対応するのが難しいような複雑な作業を自家できる。VIM の設定ファイル類、VIM 区、プラグイン、インデント定義、シンタックス定義、カラースキーム、ファイルタイプ判別はすべて VIM スクリプトであり、変更すれば挙動を細かくカスタマイズできる。通常はユーザーのホームディレクトリ以下の設定ファイル群でこれらの設定を上書きして利用する。ビ i のコマンドモードとは、 この VIM スクリプトを一行実行しているに過ぎない。コディチェ37を使うことで、ノーマルモードのコマンドも VIM スクリプト上で利用できる。VIM スクリプトは JavaScript に近い言語仕様を採用しており、ホワイル文や IF 文などの一般的な制御構文から、リストやハッシュなどのデータ構造までをサポートしているが、オブジェクト指向言語のように厳密なクラスや継承の概念はない。 しかしながら、モード概念と絡んでいることもあって文法が複雑であり、文法や挙動に一貫性がない部分もある。例、コディチェ3演算子など。このため、ビムスクリプトでバグの少ないプラグインを書くのは、慣れが必要となる。また、ビムスクリプトは、Python や Risp、Lua などといった他のスクリプト言語と比較すると、パフォーマンスが悪いケースが多いが、これはスクリプトを 候補ごとに蓄次実行していることによる、コンパイル時に,に追加できるややなどのインターフェースを使用すれば、VIM スクリプトの中でインラインに多言語を利用することもできる。ただし、VIM の機能にアクセスするためには、VIM スクリプトの関数をエバルするなどして、間接的に呼び出すしかなく、完全な代替にはなっていない。VIM スクリプトは、VIM のカスタマイズ性の中核を担っているが、 上述した文法や性能の問題から弱点を認め他言語への転換を図ることを目的の一つとしてニオビムがフォークしている。プラグインのビムスクリプトはコディチェ3以下の適当な場所に配置することで動作する。vim.org でホストされているビムのプラグインはもともと小さな機能を持ったスクリプトが多かった。しかしながら2000年代後半以降、 Vim には高性能で多機能なプラグインが急激に増加してきた。その背景には、コンピュータの高性能化や Vim スクリプトのハックが進んだことなどが挙げられ。しかし、vim.org からダウンロードしてきた第三者によるプラグインファイル、しばしば複数のファイルからなるは、自分で回答して複数のディレクトリに配置しなければならなかった。このため、自分の書いた設定ファイルと、 第三者の書いたプラグインとが混在し、プラグインが増加するにつれて管理が複雑化することが多かった。プラグイン管理の負担を軽減するために、ビムがバージョン7になると、ビムボール、ビムボールと呼ばれる機能が搭載されるようになった。これは、プラグインをビムボールという形式に圧縮して、単一のファイルでプラグインを提供しようとするものである。このビムボールを使うことで、 プラグインのインストールアンインストールを簡便に言うことができ、プラグインのインストール面での負担が軽減された。ビムボール形式で提供されているプラグインをインストールするには、vim.org からダウンロードしてきたファイル、拡張し、ベーバを手持ちのビムエディタで開き、コディチェ40を実行することで自動的に展開、インストールされる。この時インストールした。 プラグイン情報も同時に記録されるので、アンインストールもできる。アンインストールするには、コディチェ41を入力する。使用方法の詳細は、コディチェ42に。しかしながら、ビムボール形式に対応したスクリープトが非常に少なかったことや、プラグインのバージョン管理まで面倒を見てくれなかったことから、プラグイン管理の負担が劇的に改善されることはく、現在は、 主流の管理方法ではなくなってきており、Git を用いた方法に移行しつつある。2000年代後半になると、プラグインの管理方法は大きく変わり始めた。それは GitHub の登場によって、多数のプラグインが分散型バージョン管理システム Git で管理されるようになってきたためある。GitHub が個人に無料でスペースを提供したため、 自分の設定ファイル群であるコディチ3を GitHub 上で管理するものが増加し、プラグイン管理もすべて Git で管理したいという需要が出てきた。まず、パサジェン、パソゲン、ティムポープ作というプラグインが登場した。これは自分のコディチ3全体を Git で管理し、第三者、プラグインは Git のサブマジュール機能によって管理するようにした。これのプラグインの登場により、 第三者、プラグインと自分の書いた、プラグインとを別々に管理できるようになったことで、ビムボール形式の時の問題点はほとんど解決され、プラグイン管理の負担を劇的に低減させることに成功した。さらに Git を使った利点として、自分で好きなようにフォークして変更できることも大きなメリットであった。しかし、Git によって、プラグインの更新が楽になったとはいえ、 その更新もインストールもプラグインごとに管理しなければならない点は変わらなかった。2010から2011年になるとその部分を自動化し改良した VIM スクリプトが登場し始める。このようなスクリプトの代表例としてベンドル、バンドル、グムリック作が挙げられる。これらのスクリプトを用いることで使いたいプラグインの名前やレポジトリを列挙するだけでコマンド一つで一括インストール。 一括更新が可能になった。これにこうする形で vim.org にアップロードされていたプラグインもそのほとんどが GitHub 上に移植された。これらのプラグイン管理用のプラグインが整備されたことにより初期数年前までの管理方法に比較すると VIM のプラグイン管理の環境は格段に向上した。 6をモデルとした派生物には、ウビア・エルビスがあり、中でも最も機能的に発展したのがビムである。そのビムをモデルとしたプロジェクトもいくつかあるが、ビムの機能群は巨大なため、すべてを模倣するのは困難であることから、結局6ク,クローンと同程度の機能を実装にとどまっている。逆に、ビムの機能を制限して、操作の指揮を低くしたクリームという派生物ある。 現在、派生物の中で最も精力的に開発されているプロジェクトはニオビムであり、ビムのリファクタリングプロジェクトであることから、機能的にはビムとほぼ変わらないものの、新機能の追加やもはや使われなくなった機能の削除などが行われている。GUI アーキテクチャの改善やスクリプトの高速化、他アプリケーションへの埋め込みが要因になることが謳われている。 6よびビームの操作体系は数多くのソフトウェアに継承もしくはエミュレートされている。ここでは一部の例を挙げる。他のテキストエディタにおいてもショートカットキーの薄いラッパーのような形でプラグイン化される例が多い。また、片指で移動ができることは PDF、画像ビューアーやブラウザと相性が良い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。